細工師森上仁、伝統の技を世界に発信する職人の思いに迫る。演奏、伝えたい日本の心。糸のように細く幾重にも編まれた竹は繊細で深いぬくもりを感じる。竹細工師森上仁、時を超えて息づく伝統の技を現代アートとして世界に発信する職人の思いに迫る。この番組は躍進グループの提供でお送りします。仙人の暮らしに憧れ、自然と酒をこよなく愛した四川李白のように、歴史と伝統の味を受け継ぐ中国料理リポ、大分センチュリーホテル。湯の町別府、江戸時代にその名が広まると全国から多くの湯治客が心を癒しにやってきた。質の良いお湯と日本でも有数の竹林資源を誇るこの環境が今に伝わる伝統工芸を生み出した。別府の竹細工は滞在中の湯治客が地元で作られる籠やザルなどを使うようになり、やがてそれらが土産品として持ち帰られるようになると、その市場はさらに拡大した。現在は大分県で唯一の伝統的工芸品として認定されている。そのため職人を目指す学生も多く、養成にも力が入れられている。ここ大分県竹工芸訓練支援センターは毎年定員に対して3倍以上の希望者が集まる。また別府市竹細工伝統産業会館には名だたる職人たちの作品が数多く展示されている。職人たちの個性あふれる作品ばかり。竹のおもちゃや生活用品、花かごに至るまで幅広い作品が並び、別府に息づく竹細工の文化や歴史をうかがい知ることができる。伝統的な作品はもちろんだが、現在別府の竹細工は海を越え世界的ファッションブランドに注目されるなど、世界中からも高い評価を受けている。中でもひときわ目を引くのが、繊細で緩やかに流れるようなデザインのこの作品。この作者は木々に囲まれたこののどかな場所で小さな工房を営む職人、森上仁。代々工房を営む森上家の4代目として37年、この地で多くの作品を生み出してきた。繊細で温かい森上の作品は日本以外からも高い評価を受けている。妻も同じ竹細工師であり、主に花籠などを手掛け、夫婦で日々作品を作っている。高校卒業してサラリーマンを1年半ぐらいやってたんですけど、その会社を辞めて
何をしようかなと思った時に家が竹田役をやってたんで、まあ始めたというのがきっかけですね。自分の場合は両親やってたんですけど、実際習ったのは昔は産業工芸試験所と言ってたんですけど、そこで1年半研修という形で週に2回行って、先生に、まあ職員さんですけどね、その先生に習ってたんですけど、始めた当時は金籠ですね、俗に言う一輪出し系統の床の間に置くような花籠を作ってましたね。しかし現在では現代アート作品を手掛けている。それは突然の出来事。森上のもとにある外国人が訪ねてきたことがきっかけだった。アメリカのニューメキシコ州でギャラリーを営むロバート・コフランド氏だ。本当、背は自分よりも高くて、最初に来た時にいつも蝶ネクタイをしてたのがとても印象的だったんで、そこ日本語全然話せないんで通訳の人を介して話すんだけど、一個ずつ物を作るのはとても楽しい仕事なんで、たくさん作るのが少しもう嫌になってた時期だったんで、タイミングとしては良かったですね。その作風は伝統的な技術で表現するアート。竹が持つ本来のしなりがそのまま生かされ、同じものが作られることは決してない。ものを表現する世界に入っちゃうんで、その本人の持ってる感性みたいなのが大事なんで、なかなか他の人に頼むというわけにもいく世界じゃないんで、特にオンリーベストワンというよりもオンリーワンの世界なんですよね。だから自分森上仁って名前が結局パッと見た時に分かるようなものづくりをしてるんで、かなり特徴のあるようなものが多いですね。今年3月、森上の作品はアメリカにあるメトロポリタン美術館に出品した。日本の数ある文化的な作品から厳選されての出品であり、海外の多くの人から称賛の声を浴びた。ここで風の章からのお知らせです。風の章では毎年この季節に恒例の行事が行われるそうですね。はい、毎年ですね、6月にですね、ブッコ社慰霊祭というのを執り行っております。これはですね、4月から3月までの風の章でお世話させていただきましたご遺族の方にですね、ご案内状を送りまして、6月にですね、慰霊祭という形で執り行っております。こちらを行う目的というのはどんなものですか？そうですね、お葬儀とは違った空間とまたお時間をですね、こちらの方で作る形で皆様方に今一度故人様をお忍びしていただければと思いまして実施させていただいております。具体的にどのようなことを行われたんですか？そうですね、毎年ですね、テーマを設けまして、講演会、そして生演奏、当社職員によります、絵本の朗読、そして合唱ですね、あとは終わりましたら最後、お食事を少しですね、おもてなしをさせていただいております。参加されたご遺族の方の反応はいかがですか？とても喜んでいただきました。毎年テーマを決めて行われるということですが、去年はどのようなテーマで行われたんですか？去年はですね、ここに書いておりますが、感謝という言葉をテーマとしております。こちらの折り鶴はですね、当社の社員スタッフ全員でですね、1年間にお世話させていただきました皆様方の慰霊の意味を込めて
心を込めて作った鶴でございます。当社でお見送りのお手伝いをさせていただきましたことに対しましての感謝、そしてまた亡くなられた方のご遺族がですね、故人様に対しての感謝の意味合いを込めまして、このテーマを感謝という言葉と決めて昨年は執り行っております。いろんな意味の感謝という言葉が込められているんですね。そうですね。今年のテーマは決まっているんですか？今年はですね、ご縁という形のテーマでやらせていただきます。漢字の縁ではなくてですね、丸い縁という形でですね、こちら今年はさせていただきたいと思っております。それは何か意味があるんですか？そうですね、縁はつながっていくということですね。また、こちらの方の丸い縁は縁の向こうにどんなものが見えるんだろうというご提案もさせていただきながら今年は執り行う予定でございます。今年で何回目になるんですか？今年はですね、20回目の記念となりますので、少し昨年と違うことをですね、してみようかなと思っております。どんなことを行うんですか？風船にですね、メッセージをつけて空に飛ばすということをしていきたいと思っております。それも楽しみですね。特にこのバルーンはですね、環境に優しい風船、メッセージカードも溶けてしまう土に還るものですので、ご安心いただきまして利用していただけたらなと思っております。エラさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ただいま大道立橋の撤去工事のため、風の庄本館をご利用される皆様には大変ご迷惑をおかけしています。工事期間中はご覧の迂回路へお回りくださいますようご協力お願いします。ドリーム、夢の架け橋、躍進。日本にはおよそ600種類以上の竹があると言われるが、別府の竹細工では主に7種類の竹が使われている。大分県に多く自生する真竹、虎のような模様が入ることからその名がついたという土佐虎不竹、100年以上いぶされて着色した希少な竹すす竹、中でも森上は密度が濃く上質な真竹を多く使用する。作品作りはまず油抜きして乾燥させた竹を3日ほど水に浸すことから始まる。水に浸して竹が柔らかくなると表面の皮を研いでいく。これは完成前に染色がしやすいようにするためだ。続いて筒形の竹を半分に割り、それをまた半分にと細かく分割していく。程よく分割すると今度は厚みを半分にする。この一連の作業で森上が使用する竹割り包丁は曽祖父から受け継いだ重みのある道具だ。別府の竹細工では皮がついていた外側部分しか使わない。出来上がった作品を美しく見せるためだ。竹割りが終わるとさらに細かく肥後状に裂いていく。この時点で竹ひごはシャープペンシルの芯のように細く繊細だ。さらに先代といわれるこの道具で厚みを整えていく。竹ひごは作品によって 0.05 ミリ単位で裂いていく。
これが終わると今度は幅取り台で幅を整えていく。こうしてできた糸のように細い竹ひごで作品を編んでいく。編み方にもさまざまな種類がある。6本の竹ひごで六角形を作り、中心から編み進めていく六つ目編み。強度が高いことが特徴だ。続いて複雑な編み方の一つ、鉄線編み。その形が鉄線の花に似ていることから名付けられたという。他にもお盆や森かごの底などに多く使われてきたという網代編み。両具や農具などさまざまな日用品に広く使われるござめ編み。そして森神が多く使うという縄目編み。職人の作風や作るものによって編み方は異なり、その種類は組み合わせによって数百種類あるとも言われている。こうして編む作業を終えると、このように縁を仕上げ染色すると完成だ。人は集まってきますね。あの訓練校があるんで毎年20名入ってくるんで、ただそれから5年ぐらい経つと2人ぐらいになって、普通はで10年ぐらいすると1人とかに減ってくることが多いんで。それはなんでですかね。まずやっぱ収入が得られないというのは一番の理由だと思うんだけど、まあ、今は県外が圧倒的に多いんじゃないですかね。県外、別府に来るとあの訓練校はただか、もしくは雇用保険もらってやれるんで、別府に来る人が多いですね。森神の工房ではこれまで20人以上の弟子が一人前の職人として成長していった。そして現在もこの工房で兵庫県出身の青年が修行を積んでいる。いや、まだ全然、4月の6日からなんでまだ1週間ぐらいですね、ちょうど。そうなんですね。それまで会社員をしてまして、何かものづくりがしたいって漠然と思ってたんですけども、それでいろんなところをこう観光がてら回ってて、そこで、別府の伝統産業会館っていうところで、いろんな竹の作品とか竹のものを見て、それ感動をしたんですね。もうその衝撃がそれをこうずっと残ってて、帰ってからも竹をやりたいけどどういうふうにしたらいいのかっていうふうに考えてたのが始まりですね。俺自身は人間いろんなことをやればいいと思うんで、同じものづくりでもやっぱり道具を作りたい人もおれば、あと芸術作品みたいに作りたい人もいるんで、ただ現実的にこれから若い人はやっぱりシビアな言い方をすると、やっぱ芸術家の思考系統でやらないとなかなか生きていくのが辛い時代にこれからなってくると思うんで、そういうのはいろいろ考えながら、でもやっぱりこうアートとして認められるようなものの作り方というか、俺も竹っていう素材を使って自分の個性を表現してると思ってるんで、
それの方がやっぱりものづくりとしては成功していく確率が高くなるんじゃないかと思ってますね。伝統の技術、文化を生かして新たなものを生み出していく、そんな職人が思う日本の心とは。そうですね、自分自身やっぱりもの作るのが好きだし、で二度とできないような一個一個全部違うものを作ることが多いんで、瞬間にやっぱり見た瞬間に感じるようなものを作りたいなと思って、そういうふうに心がけてものを作ってるんですけど、多分今回メトロポリタン美術館で買い上げてくれたのは、多分生まれ持った日本人の血の流が感じられたんで、多分そういうふうに日本人の持ってる情緒性みたいなのが感じられたんじゃないのかなと思うんで、その辺が表現できたらいいなと思いますけどね。森上の作品が放つ日本人の繊細さや情緒性、それは今海外の多くの人をうならせている。だからこそ今度は私たち日本人が誇る伝統の文化を再確認していきたい。今日は番組をご覧の皆さんに森上仁作の一輪挿しを1名の方にプレゼントいたします。宛先はご覧のところまでふるってご応募ください。幸せ時間のお手伝い、やくしや。ただいまより納棺の儀取り行わせていただきます。人生最後の旅立ちのお手伝いいたします。風の章。は大分市宮古町にありますホテルザーズ4階のレストラン札幌をご紹介します。レストラン札幌では、はい、オーダーバイキングというのが大人気だと伺ったんですが、はい、お客様に、お好きなお料理、お飲み物を、乾杯から90分間ですね、お好みのものを頼んでいただいて、出来たての品物を召し上がっていただくという形になっております。42種類お料理があるってなると、ちょっとたくさんありすぎて迷っちゃうなって思うんですけど、そうですね、その中で人気のメニュー教えていただけますか。はい、はい、かしこまりました。レストラン札幌人気フードメニューベスト5、料理長よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早速第5位の発表からお願いします。第5位は何でしょう。第5位はフルーツクレープグラタンです。幸せ美味しいです。美味しいですね。いちごとりんごとパイナップルですか。そうですね、大きめにカットしまして、中のカスタードクリームと、うまくマッチしてると思います。続いて第4位は、クリームチーズの天ぷらになります。いただきます。ね、このソース何ですか。そちらはサルサソース、ね、サルサソース、はい、少しピリッとしてて。そうですね、でもこのクリーミーな感じと、よく合うと思います、ね、はい、第3位はエビのカリカリ揚げになります。カレー風味のソースになっております。いただきます。うん、いや美味しい。これならお酒がまた飲みたくなりますね。グイグイいけてると思います。美味しいです、はい。いよいよ第2位は、チキン南蛮です。間違いないですね。タルタルソースの方が自家製で、作らせてもらってますんで。お待たせしました、第1位の発表です。海鮮パリパリサラダです。
上の部分が何でできてるんですか？それは餃子の皮を刻んで揚げております。餃子の皮ですか？はい。この食感が面白いですね。そうですね、野菜のシャキシャキ感と、はい、この餃子の皮のパリパリ、ベストマッチですね。まあ、今までないような食感を味わえると思います。人気ベスト5のフードメニュー、どの料理も食べ出したら止まらないくらい美味しいんですが、こちらは夏のおすすめメニューになるんですね。はい、そうです。夏にぴったりのお料理ですね。そうですね。どの料理も美味しそうなんですが、私が一番気になってるのを一つだけ試食させていただきたいと思います。それがこちら。美味しい。想像以上にクリーミーですね。そうですね。こちらチェダーチーズの方にまた和風の出汁を入れて伸ばしております。それでちょっとだけ和風の風味がしてる、はい、そうですね、カツオの香りがすると思います。こちらの料理6月上旬からスタートということですね。はい、そうです。他にも一年中季節によってメニューが変わるので、ぜひ皆さんも足をお運びください。これから夏場に向けて、はい、天候の心配っていうのもないですね。そうですね。ビアホールという形での、お店になってますので、お天気は全く左右されませんので。レストラン札幌では、はい、他にも麹とか仏寺でのお料理もされているそうですね。そうですね。弊社 の、 グループ会社の風の庄さんというところとも提携しておりまして、そういった形での法事仏事でのお料理 の、 配達、それから当然レストラン以外に宴会場がございまして、そちらの方で、まあ、ご奉宴という形でお食事を取られて葬儀を済まされるというような形でのご利用いただいていることもございます。わかりました。はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ぜひ皆さんもレストラン札幌にまずお電話一本お問い合わせください。